じゃあ後ろからですね、いきなりこう襟とかね、服とかをこう掴んで引っ張り倒そうとする人が出てきたという対処法なんですけど、通常ね、まあ何も考えずにこう掴まれて引っ張られると、そのまま引き倒されてしまうんですね。なので、ここからバック訓練が必要なんですけど、捕まえた瞬間に、すぐ反応するっていうのが一つ大事です。まあ、これ反応する訓練ですよね。で腰を落としながら、このままだと後ろ倒れるんで、体勢をこのような感じで、こちらに向けます。そうすることで耐えることができますので、でこの時に、もう一回見せます。腕巻き取ります。そしてそのまま、まあ、投げたりとか、腕を巻き取ることによって、相手の動きを固定することができますので、でこの状態で、あっという間、こんな感じですね。で、崩して。体勢崩せたら、そのまま、今まで投げたりとか、あるいは、そのまま、倒して。まあ、SK。ということもできるんですね。まずは、すかさず反応して、相手の方向いて、体勢が強い状態にしながら、腕を巻く。で、巻く時の要領なんですけど、できればですね、できるだけ手首に近いところを巻き取ってください。手首に近いところを巻き取るつもりで。要は、この、なんですかね、肘あたりを巻き取るとすると結構割と深めに巻き取ってしまうので、そんなに体勢崩れないです。これを気持ちとしては手首の方を巻き取ると崩れると結構こう崩れますので、この状態で、まあ、打撃入れるとあまり良くないので、ね、できれば一番簡単なのは足をかけて投げるという方法だったりとか、あるいは追尾伸伸でよく使うのが、まあ、先手投げてるそのままフォームを回転させながら投げるという方法もあります。頭を回転させるということで投げることができます。まあ、こういったことができますので、すかさず反応しながら腕を巻き取る。これ、例えばですけども、今度逆の手でやってもらえますかね。で、どちらの手で掴まれるか分かんないんで、この状態で逆で掴むことができます。この場合は、肘を決めて、投げることもできるようになりますので、どちらが来ても同じように巻き取る。ということですよね。もう一回しておきますね。ゆっくり見ましょう。この状態で、すかさず反応しながら巻き取ります。危ない。こういう感じね。で、この状態で、まあ、肘を、この肘といったら肘関節のちょっと上です、ここ急所なんで、ここに圧力を加えながら、体さばき落として、あとはもう、そのまま、体さばき、エスケープということもできるようになりますので、まあ、これをちょっとね、こう皆さんで、今からやっていきましょう。両手で捕まえて一気に一歩立つ。そうそう、こんな感じ。両手の場合ですね。両手の場合なんですけど、これも同じで、やっぱり引っ込まれそうになった瞬間に、ぐっとやります。そのまま、待って。そのまま、倒すっていう方法もあるし、あとですね、まあ、今こうやるんで、ちょっとやりにくい場合もあるんで、この場合は、例えば、このままこういく方法もあります。っていう形で、今度は違う形でやる方法もあります。なので、両手の場合はちょっと状況が違うので、まあ、できれば、まあ、こうできればいいんですけども、まあ、一緒に巻き取ってそのまま動かしていく方法もあれば、あるいは、今上からなんですけども、グーッと、ね、この状態から下からこう巻いてクロスオートしてるんです。そのままで、SK という方法もあります。こんな形で、ちょっと両手の場合は難易度は上がってきますので、まあ、今みたいに両手でもし巻き取れれば、両腕をね、巻き取れればそれでもいいし、まあ、下から片腕だけ捉えて、クロスオートしていうのを、そのまま、ちょっと自分に抱き込んでいって、崩していくという方法もありますので、はい、この辺もちょっとやってみましょうかね。今回の動画、気に入っていただけましたら、高評価ボタンを押してください。また、これからですね、役立つ動画をどんどん配信してまいりますので、チャンネル登録していただけますととても嬉しいです。それと、リクエストをどんどんお答えしていきたいと思いますので、コメントに入れていただきたいと思います。以上です。男気マックス。